これ僕のブログです。ウェブドッグと言います。このブログを見た人からメールが来ました。私はウニの研究をしています。もちろん食材ではなくて生物としてのウニなんですけどね。そのウニの研究者の方からメールが来て、アメリカでウニの発表をやるということで、まあでもアメリカではウニを食べないので、日本ではウニを食べるんだよと、それを知らせたいと。そのために美味しそうなウニの写真を紹介したいということで、 Google で検索してみたところ、僕のブログが出たと。まあそれでこの写真をぜひ使わせてほしいということでメールしてきたんですよ。その方はもちろん快諾しましたよ。素晴らしいことじゃないですか。でね、これザクティで撮った写真なんですけどね、ここに書いてありますよ。撮影はもちろんザクティってね、ぜひ上の画像をクリックしてオリジナルサイズで見てください。かなりやばいです。ほんとやばいっすよこれ。見てみますか？見たいですか？見たいですよね。クリック。さてこちらがそのウニの写真です。拡大しますよ。ドン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 、これが 100% ですかね。こんなにつぶさにつぶさにつぶつぶが見えてる。いやもう感動的ですよね。すごいっすよ。ザクティ持っててよかったなっていう気がしますね。いやもうね、この写真はね、僕の宝物なんです。もちろんこのウニも美味しかったんです。いや、ウニが美味しかったから宝物になったと。もうね、肉眼で見るとこういう風には見ないですもんね。でもね、こういうなんて言うんですか、まあ無駄なんですけど、こんなウニ丼の見方はしないんですけど、こういう風に撮れてしまうっていうのはすごく新たなものの見方になって、でなおかつ美味しい思い出よだれ出てきた。あのね、いやとにかく僕にとってはもうこのウニ丼の写真は宝物なんですよ。で研究者の方がこれを使いたいって言ってきたのもものすごい、あの誇りに思うっていうか、ウニうまいよマジで。